黒子ゆたです。今日私はディズニーランドとカリフォルニアアドベンチャーに来ております。4月の26日から、こちらご覧いただいている通りピクサーフェスティバルが始まっております。こちらのフェスティバルですね、8月の上旬までということで結構長いので、中ね、ピクサーフェスティバルの時にしかない、フードですとか、あとは新しい、ショーだったりとか、ファイアワークスなんかね、いっぱいありますので、そちらの方ね、今日ちょっと4時間ぐらいしか入れないんですけれども、できる限りご紹介させていただこうかなと思っております。今日はね、この辺何時からこの辺でショーがあるっていうのを中心にご紹介させていただきたいのと、ピクサーフェスの、マーチャンダイズと、最近出たねマーチャンダイズなんかを中心にご紹介させていただきたいと思います。フードがね本当に今回めちゃくちゃたくさんありまして、今日ちょっと一人で来ているので私小食であんまり食べれないので、ちょっといろいろ何があるか見ている中で、これは絶対食べたいっていうものは食べるんですけれども、他のものはねまた次お友達が来た時とかにご紹介したいと思います。それではじゃあディズニーランドの方から行っていきたいと思います。ピクサーフェスで大人気のポップコーンバケツが、3種類ありまして、1個はですね、このピザプラネットトラックのポップコーンバケツと、あとココのねミゲールが持っているこの、ギターのポップコーンバケツ、まだね初日は売り切れみたいな感じになってましたけど、いっぱいありますので、よかったら買ってみてください。はい、あとですね、先ほどのピザプラネットのトラックのポップコーンバケツが、このピクサーフェスの間ですね、このディズニーワールド、ディズニーワールドじゃない、このディズニーランドとカリフォルニアアドベンチャー、またダウンタウンディズニーの中にですね50個いろんな形を変えて黒になったりとかね、潜んでおりまして50個あるんですけども、私もね今5個ぐらい見つけれたんですけれども、皆さんもね歩きながらピザープラネットのトラックないかなっていう風に探してみてください。見つけるとねめっちゃ嬉しいと思います。Thank you so much. So cute. Dark. マジックキーだけの買えるダークのポップコーンバケット買いました。これね喋るんだよね。どうやって喋るんだろう。ちょっと座ります。重っ。めっちゃでかい。メインストリートもですね、ランプのところにこの虹色の、バーナーと、あとピクサーのねキャラクターのメダリオンがいろんなところに飾ってあって、めっちゃいいですね。ディズニーランドの中にいるんだけどピクサーの感じが本当に感じられて、こっちの飾り付けもすごい素敵ですね。ピクサーフェスのグッズもめちゃめちゃいっぱい置いてあります。はい、ピクサーフェスのトートバッグかわいいね。とかケビンの帽子あ、これさっき見てたあのトレーナーね。あとこのねウォーターボトル、私すごいいいなと思ってて、これちょっと買いたいんですよね。ちょっとなんかモンスターズインクのエナジー入れるやつっぽいですね。30ドルでございますとこれはなんだろう、ただのボールかな、ピクサーボールのボール。お子さんのシャツが可愛いので XL だったら私でも入るだろうか。 XS、XL 入りますね多分。子供用を、ね、買うとねちょっとお金や安くなるので、27ドルですね。お、これ可愛い。 Limited 2 per item per guest。 2個までしか買えないんだね。これ可愛いですね。中にいっぱい入りそう。でもこれ65ドルもするの高いな多分中にね紐が入ってると思います。あとこのスピリットジャージーのピクサーフェストの黒いやつも可愛いですね。80ですけども表はこんな感じ。大人用の T シャツはこんな感じですね。これ着てる人結構いる、今いるね。あとバケットハット、これリバーシブルですね。こっちと裏がピクサーボールで、普通のキャップも可愛い感じです。キャップはいくらかな。キャップ40ドルですね。どっちも
これはピクサーフェスのマーチャンダイズじゃないけど、この T シャツめっちゃ可愛いですね、ワッペンが。この辺も新しいマーチャンダイズですね。あ、長袖もあるんだ、いいですね、これめっちゃ気に入った。最近あとこの野球のやつとコラボしているのが、前なくなってたけど1955年に開いたから55なのかな。いいですね、これ売り切れだったけど今あるんだね。 M ある、欲しいけど多分高いねいくらだろうか、80ぐらいかな、ん70ですね、70ドルか、考えよう。この辺の新しいデザインのシャツとかも可愛いですね。イヤーも新しいの増えたかな。あとね、これ前なかったんですけど、2つ買ったら普通の値段はね35ドルなんだけど、2つ買ったら1個30ドルになるっていうセールが今やってますね。これずっとやってるのかな、それちょっとお得ですね。はい、こっちにもね、あのキャラクターのこういうぬいぐるみをこうやっていろいろつけれる、あれ多分香港とか上海とかに先にあったのかな、でやるミックスアンドマッチのやつが出たんですね、ピクサーフェスと同じ時に。でも今聞いたらもうみんなすごい、もうめっちゃいっぱい行ってて、一個もねこれがもうなくなっちゃってるから、このここだけは売ってるけれども、あのキャラクターのやつはねもうなくなっておりました。すごいですね。今日めちゃめちゃ暑いので、ちょっとねピクサーフェスでやっている食べたいアイスクリームがあるので、ギブソンガールアイスクリームパーラーで買いたいと思います。 Thank you so much. Oops. マイク・ワゾンスキーのアイスクリームです。これ今ピクサーフェスだけでね、もう溶けちゃってきてる。で、なんですよ、10ドルでございます。で、中がピスタチオのアイスクリーム、ちょっと写真撮ろうか。やべえ、溶けてきてる、やばいやばいやばい。ちょっと座るとこがなくて中腰で食べますけどめっちゃ可愛くないですか。もうでもね、早く食べないとすぐ溶けてきちゃう。あ、これ飴だ、耳は飴。ピスタチオのチョコレートで、中がバニラ、バニラの中にピスタチオがいっぱい入ってますね。いや、これは早く食べないとやばいかも。写真パパッと撮って早く食べないと、今日みたいに暑い日はすぐ溶けちゃうかもしれないです。美味しい、値段は美味しくないけどね。フォーキーのケーキポップとか、マイク・ワゾウスキーのクリスピートリートも入ってますね、新しく。パイプオルガンのマシーンね、7分間隔でプレイしますし、すぐ聴きたかったら25セント入れたら聴けるんですけども、これは1955年ここオープンした時からね、ウォルト・ディズニーが買ったマシーンで、ここにずっとオープンしてからずっとここのペニアーケードにありますので、この綺麗な音色もねぜひ聴いてください。はい、今2時なんですけれども、ディズニーランドの方は、ピクサーフェス中もですね3時に、マジックハプンズというめちゃめちゃ人気のパレードがありますので、スタートするのがね、このイッツ・ア・スモール・ワールドの横から出てきますので、出て、お城の前を通ってメインストリートを通ってっていう感じになりますので、3時からですね見てみてください。そしてですね、ピクサーフェスで、ここ昔ですね、ライオンキングのショーが行われておりました、このファンタシーランドシアターでですね、ピクサーフェス内ではピクサーパウズのプレイタイムパーティーっていうのがやっております。いろんなキャラクターがとね、ダンスしたりとか、あとは、いろんなフォトオップとかもあったりとかして、ちょっと見ていきたいと思います。すごい、モンスターズインクの扉、ブーの扉、かわいい。アップのフォトオップもあります。ルカたちがいますね。はい、旅
べてみたかったピクサーフェスのこれは、トイストーリーでインスパイアされたやつなんですけど、バーベキューのお肉が入ったベイクトポテト、多分ポテトヘッドから来てると思うんですけど、これねめっちゃ美味しそうだなと思ったんですけど、肉がちょっと少ないからこれで11ドルですね。でもめっちゃ美味しそうだと思うので食べたいと思います。コースローとピクルスも上に乗ってますね。あ、切ったら中まで肉いっぱい入ってましたポテトとおにバーベキューのお肉、あおいしい。バーベキューがちょっと甘いソースで、ポテトの皮がねカリカリだから美味しいですね。ショー見ながら食べるのもめっちゃおすすめです。キャラがね下に一緒に来てめっちゃ踊ってる、一緒に。これは子供絶対喜びますね。いや大人でも喜ぶよ。いや次は私も踊りたいと思います。はい、今日はね花火の Together Forever っていうピクサーのプロジェクションマッピングと花火ないんですけれども、まあ、今あの係の方に聞くと大体ね、パレード、マジックハプンズが終わって7時ぐらいから、人がねだんだんこの辺に並び出す、もし最前でね見たい場合はなんですけれども、あのこの赤いところは並べないので、その赤から後ろの辺ですね、ここから並ぶことができます。あとね、まあ、こちらはあのデザートパーティー、あのピクサー の、なんかあのデザートついてるやつのリゾート、これは、まあ、マジックハプンズ用に今作ってありますけれども、あのその60何ドルだったかな、これを買うとこの専用の、ね、椅子のところで、まあ、見えるという感じになります。まあ、このめちゃくちゃ前でもなくてもよければね、あのメインストリートからでもプロジェクションマッピングと花火全体を、ね、こう見ることができますし、あ、お花綺麗だね、はい、すいません、お花がちょっと綺麗でお花を写したい、はい、でここの、ウォルトの銅像があるこのエリアはではあの花火とプロジェクションマッピングが見ることはできません。これより後ろで並ぶんだったら、ここのですね2つのポール、ちょっと今人がいるんだけど、2つのポールより ここから後ろは並ぶことができて、ここからでもね、まあこんな感じでプロジェクションマッピングと花火見ることができます。あの花火を、ね、メインに見たいっていうのであれば、このメインストリートから見るのも、ね、すごいよくって、あとは、まあ、メインストリートから見るんだったら、この建物、お店とかがある建物の方で、ね、見た方が私はいいかなと思います。なぜかというと、この建物の方にも、ね、プロジェクションするんですよね。あのお城の方と連動して、こういった建物のこういったところにもプロジェクションマッピングしているので、まあ、この辺のに立って花火とこの建物に映るプロジェクションマッピングを見るのもいいかもしれないですね。いろんなところから楽しんでみてください。9時半ですね。今日はちょっとスターウォーズナイトがあるのでやってないんですが、はい、見てみてください。先ほどのアイスクリーム屋さんの横にあるこの ペニーアーケードっていうところにね、お菓子がいっぱい売っております。よくねディズニーでお土産どういうのがおすすめですかって聞かれるんですけれども、なかなかね東京ディズニーのように小分けになっているものが少ないですので、あとこうお菓子のね種類もね東京と比べると全然少ないですし、めちゃめちゃ高いです。これはね中で、ちょっと小分けになっているかチョコレートバーなんですけど、これ100周年のやつはね10ドルちょっとだったんだけど、今16ドルになっているから、5個で分けたとしてもチョコレートバー1個5ドルってことになりますよね。これはちょっと高いですね。このねクリスピートリートもあるんですけど、これも15ドルですね。これ中ね多分ね個包装になってないと思うんだよな。これはこれ、ね、個包装になってたら、まあ、中から取ってもいいですかね。ちょっと聞いてみましょうか。個包装になってる。あとは、こういうメダルのチョコもこれ5ドル90ですねやっぱ高いよね。こういうアリスのお茶のセットで、これは10ドル99ですね。でね、かわいいね、ティーポット型のお茶、この中にティーパック入ってるんだけど、これも10ドル99かな。はい、本当にね、小分けのものがなくて、まあ、このウォーカーズの、まあ、ショートブレッドのクッキー、美味しいですけど、これ、この2枚入り、これだけでもね、多分ね、3ドル50とかだと思います。
高い高いですね。グローグのクリスピーチーズ可愛いですね。これは5ドル50でございます。あ、これ可愛いじゃん。ミッキー型のあのあれみたいなやつだ、ゴールドフィッシュみたいな。あ、これ5ドルですね。はい、あとですね、よくご質問でジーニープラスについてのご質問もよくいただくんですけれども、あ、もうジーニープラスなんかもうめっちゃ知ってますっていう方は飛ばしてくださいね、このセクション。私も以前にジーニープラスの使い方とか、ジーニープラスって何なのっていう動画もね、作らせてもらったんですけれども、それからだいぶ時間が経ちまして、今はですね、ジーニープラスが30ドル、もうチケットを買うときに一緒に買うっていうのであったら30ドルになります。でもね、チケット買うときにジーニープラスをつけると、その毎日ジーニープラスがついてることになっちゃうので、もしパークホッパーとかつけてなくて3日間行ってこうディズニーランド、カリフォルニアアドベンチャー、ディズニーランドとか行って、もう1パークずつね行かれたいっていうのであって、2日目だけジーニープラスをつけたいっていうのであれば、当日買われてもいいと思います。でもその混み具合によって35ドルになったりとか、めったに今年は本当に1日2日ぐらいしかもうなくなったっていうことはないんですけれども、ジーニープラスが、ね、売り切れみたいな感じになっちゃう時もありますので、もう絶対ジーニープラスをつけるっていうのが分かっていたら、チケットを買う時にね、もうジーニープラスを取っておいた方がいいかなと思います。はい、あと、ジーニープラスではね、賄えない、スペシャルインディビジュアルライトニングレーンは、私が昔動画を作った時にはスパイダーマンもあったんですけれども、今はね、スパイダーマンのライドはジーニープラスで賄えますので、今は、ジーニープラスでは賄えない、ライトニングレーンのライドはディズニーランドにありますライズ・オブ・レジスタンス、スター・ウォーズの、ライドと、あとこの DCA のカリフォルニア・アドベンチャーの方はカーズのライドのみになります。はい、その2つのライドもですね、朝の方に行けば待ち時間もそこまでやばくはないと思いますので、その辺は、もう絶対もう待ち時間を特に最小限にして、もうお金を払ってでもやりたいっていうのであれば買われてもいいかなと思います。ジーニープラスをね、つけますとライトニングレーンといって、昔のファストパスみたいな感じで、今ここに載せておりますこれらのライドがね、優先的に早く、2時間おきにね、新しい、ライトニングレーンを取れますので、そちらもね、時間がね、有効に使うことができますし、またジーニープラスを持っていると、パークの中で撮ってくれるカメラキャストの方の写真が、ダウンロードし放題になります。私もね、東京ディズニーに行って、プロの方に今撮ってもらった写真1枚とか2枚とかで2000円とかだったから、それはね、こっちのディズニーの方がだいぶ安いのかなというふうに思います。はい、あとはですね、なんだっけ、あれか、ちょっとこうフィルターみたいなアプリで、ディズニーのね、可愛い加工の写真が撮れるのもジーニープラスをやっているとタダでできますので、待ち時間長い時もね、そういうアプリを使いながら、楽しんでみてください。はい、暑いのでちょっと陰に行きますはい、DCA カリフォルニアアドベンチャーの方に来ました。ピクサーのね、Better Together っていう、パレードは4時と6時半にあるんですけれども、その出てくる場所がね、違いますので、4時のものはガーディアン・オブ・ギャラクシーの方から出まして、ベナビスタ・ストリートを通って、カーズランドの前を通って、あちらの方のね、なんだ、あとグーフィーのスカイスクールの方で曲がって、ピクサー・ピアの方で終わるんですけれども、6時半の方は逆にそこから始まってルートを逆走してガーディアンの方に帰ってくるっていう感じになります。なので、もし4時から、ね、早めに見たいっていう方はガーディアンズの方に並ばれた方がいいかもしれませんね。あとベタートゥゲダーの方もね、ピクサー のダイニングパッケージありますので、もう早くから並びたくなくて一番最前列で見たいっていう方は買ってもいいかもしれないですね。ちょっとデザートを写真見ただけですけども、すっごい甘そうだったので、ご飯はデザートはちょっと期待できないかもしれないけれども、席確保という意味では、買ってもいいんじゃないでしょうか。高いですけどもはい、あ
DCA にありますワールド・オブ・カラーですね。ワールド・オブ・カラーはピクサーフェスで特別にかは変わってはいないんですけれども、9時半ですね、時間によっては2回やる時もあるけれども、バーチャル Q、私も動画でご案内しておりますやり方、はい、バーチャル Q を撮ってですね、この前の方から見られるといいと思います。バーチャル Q やってなくても混んでなかったらね、バーチャル Q で入った方の後にあもう入っていいよって言ってくれる場合もありますし、もしも満杯だった場合にはね、ここのアリエルのライドの前から見るといいと思います。夜がおすすめなんですけれども、ハリウッド、クラブの方ではね、クラブピクサーというのが、行われておりまして、ここのダイナーも、ね、夜にすごい綺麗なライトアップになりますし、飲み物とか、ね、お酒とかも飲みながらここで、くつろげたりね。あとめちゃめちゃ目玉なのがこれ、ね、夜に来るとめっちゃいいと思うんだけど、この、ピクサーの、ね、ショートフィルムをこのクラシックカーの椅子で、ね、見ることができるんです。これめちゃめちゃ良くないでしょうか。あとは、ね、子供が遊べるようなこういうゲームもあったりとか、こういう風にねクラシックカーをこう改造して椅子になっていて、ピクサーのショートフィルムをね見ることができます。夜はもう最高だろうね。ここは、もうここで飲み物とか取ったりしてここで飲みながら見るのはめっちゃいいと思います。ということで今日は4時間だけだったんですけども、ピクサーフェス、めっちゃ楽しめました。また今度来る時にはですね、もっといっぱい、もうめちゃめちゃいっぱいフードがあるので、それのねもっといっぱい食べたいなと思っております。はい、見るとこもねたくさんありますし、マーチャンダイズもねいっぱい出ておりますので、このピクサーフェス、8月の前半、8月3だったかなまでやっております。多くの、ね、方夏休みに入ってもまだやってますので、ぜひ楽しんでください。あとね、去年、ちょっと残念ながら火事で休止になってしまいましたファンタズビックもですね、5月24だったかな、24日ぐらいからね再開しますので、またそちらもね楽しみです。はい、また次回ですね、ディズニーランド次は朝から夜まで頑張っていたいと思いますので、私の、お気に入りのフードですとか、ライドのご紹介とかね、ちょっと役立つ情報なんかも、ディズニーの動画で、ご紹介させていただきますので、よろしければ、チャンネル登録していただいて、次のディズニー動画でもお会いいたしましょう。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。